そう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 
よりも中の感覚が、そう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 、うまい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 。うまい。そう。これはね。はい。これはいけるんですか。だから腹から言ってる。全然ダメ。全然ダメでしょ。はい。伝わるじゃないですか、軽く持ってるのが、はい、もう揺れてますよね、はい、その揺れが自分で、もう来た、来てから、潮が来てから、はい、で、揺れてもらっていいですかね、エナジーなんだけど、この力を行きましたでしょ。行きました。なんかそう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 。そう。多分そのエナジーをこう逃がしてる。その感覚を作ってほしい。だからいないでしょ。はい。何もしてない。解放したストレスは今ここで受け止めてる、もしくは代わりの誰かで受け止めてるけど、はい、分かりますけど、こうなってるわけですね。揺れてる状態で、その揺れを僕が衝撃を分散させながら、はい、取っているという動作、どっちでもいいですよ、はい、取っているという動作をこの中でやってるわけね。当然ここで落とすみたいな動作ってこうやって受け止めてる。だからそのストレスを それを落とした瞬間にお腹に来るぐらいにすると、そうやって向こうも我が身を進めるし、力がこの力ね。オフにしなくていいよ、はい、先にこっちやらなくていいよ。自分の力が自分の体の中に入ってって抜いてるだけだから、今僕はこの肩を通さないと直接足の方まで衝撃を抜いたの、はい、すぐ地面に返すとこうなりますけど、
力がこういって分かりやすくビジュアルでやるけど足の中に行ったら帰ってくるから、はい、結局最後足まで抜けたら帰ってくる。そうです、そうです、マントルが引力がマントルまで行って抜くと、はい、それを向こう側に伝達させる前にこの指に来た瞬間に入れてるわ。バーンって、バーンって送るじゃん。それを抜くでしょ。抜いたじゃないですか。はい。ね？はい。抜いたでしょ。そうすると1、2年ぐらい前のこれになるでしょ。はい。これは小さな動きしかないけど、やってることは、あ、多分動くでしょ。あ、足りてるだろうね。ここ、はい、僕はここがすごい、はい、ここがギューって拡大させるともう見えますよ、はい、ね、はい、でもこの中ではそうですね、これを体の中に入れると向こう側にこう波がにグワーッとくるでしょ。はい、きますね。そう、だから自分が一振りやったから動かして、その手が動いたせいで体が動くようにすると、それもそれも見失った状態なんだ。攻撃が来るんであれば手を先に動かしてそしたらその手を先に動かす、手を先に動かす、手を先に動かす、ね、バーン、うん、違いますよね。それよりは手を先に動かしてはい、言ったでしょ、はい、落ち込んでるよ、ほら、だから、体操の気をしろっていう話じゃない。手をこれで持ってる。これが、うん、こうなったら、こういって、で、ほら。つまりだから、まあ、指で説明したけど、肘だろうが何だろうが一緒、そのエナジーをそっちに持ってってる。ああ、なるほど。エナジーを方向を作って向こうに行くと顔もまあ自然に動くから、あと方向をこっちに向けると、やってることはまあ動くでこうやって手を動かすと、はい、向こうの方向と自分の方向が今一致してるから、はい、あっちの方向を一致させた状態でこういうふうに動くでやると、はい、崩れるっていう、はい、YSPC あるあるを少し恐怖心の高いところでやってるってことですね。そうとする方向に一致してから、こちらの方に向けて、その体がこう、方向があったらそっちに向けていくと、こうしてる。ん？じゃあちょっと休憩しましょうか。次の意識があるんだったら、切っ先を動かすと、体の動きは自然に決まってくる。切っ先とつか先があったら、その切っ先とつか先が動けば体の動きは、腰が行って棒を出すっていう、そういう動作ではなくて、棒を動かすことで先に動いて、そのストレスを軽減させるために体が移動したわけですね。
その連動性が結果として